願いは叶うと思っていた。先人や己の理想を貫くべく彼はがむしゃらに進んだ。大切なものを失い孤独となっても生きにくい男はそれでも歩みを止めない。石田三成、その行く先は破滅か、それとも理想の章。派手な敵情視察もあったもんだな。持ち場を離れて俺をつけてきたのか。ご苦労なことだ。てめえ頭でっかち、助けてやったのにその態度はねえだろ。二人とも黙れ、柴田軍に見つかる。光秀は撃った。ここで勝家を倒せば秀吉様が天下人だな。ついにおじきの天下か。よっしゃ。黙れバカ。すべてはこれからだ。天正10年、京本能寺で大事件が起きる。天下人織田信長が家臣の明智光秀に討たれたのである。その報を聞いた羽柴秀吉は毛利攻めを中断。大返しを敢行し、見事主の仇を討った。信長の後継者は秀吉に決まったかに思われたが、織田の筆頭家老であった柴田勝家が異を唱える。ついに信長の後継をめぐり秀吉と勝家は激突。賤ヶ岳の地で雌雄を決することとなる。秀吉は石田三成をはじめとする若き子飼いとともに信長の後継の座、そして天下をつかまんとした。理想の章、賤ヶ岳の戦い。俺の志、バカにはわからぬ。俺の軍略で支えましょう。
秀吉様、柴田軍に先手を打たれました。戦略的用地、傷ヶ岳砦、すでに落ちた模様。落ちちまったもんはしゃねえ。味方が踏ん張っとる砦から助けに来れ。義継、お前も俺と同じ秀吉様の子飼い。秀吉様のためせいぜい励むのだな。ああ、お前たち三馬子に泣き抜こうか。分かっている。食べてみせよ。ふん、続けて俺中に潜り込んだぞ。敵陣を先突く岩崎山砦で突撃だ。あの敵どこから湧いたんだ。とにかく奴らを自由にさせたらいかん。柴田軍の勢いを止めたい。島左近推薦、橋場に手を合わせる。そこで返しますね。普通に使えた秀吉様の妙な男を使われても男っぽくさ。橋場のてっぺん立ってます。柴田の奴ら全部まとめてかかってこいや。お前がてっぺんとは笑わせる。どけ。柴田の雑魚どもは俺が片付ける。よし、残念な勝負だ。子飼いの中で誰が一番強いかな。開始せよ。傷がたく砦で鬼めこそ落とす。重山砦に回り込みますか。欲しい絵か。なんとか説得できんかの。なに、あいつ俺より目立ってやがる。よっしゃ、ここだ。ここを拠点にして攻め込むだ。欲しいのだよ。一体何で勝つつもりだ。清正、正信、刑事は化け物じゃ。無理してつつかうねえで。押しかけごめん。これだけ派手に暴れるぜ。で秀吉についたらよ、俺じゃなくなるんだ。ならば戦うことを選ぶ。来い、痛い痛い目見んぞ。
天下を滑るにふさわしいのはどちらか、両者を知りながら分からぬと。すまねえ、おじき。俺はもう戦えねえ。はい、入った。対する
ってもらおうか。私の戦人だぜ。すぐ止めろ。許さねえ。目にも見よ。楽しいのだよ。愚か者が、つまらぬ敵だ。もう終わりか。さらばじゃ猿、人の性で待つ。もののふのちりざま、しかと見届け。柴田殿、ご安心あれ。この乱世、必ず変えてみせますゆえ。おじきから褒められたぜ。静ヶ岳の七本槍に選ばれちゃった。俺もめでたく七本槍となった。三成、お前は。俺は何も。だが秀吉様が勝ったのだ。それでいい。もう三成は意地っ張りだね。まったく。私がギューって抱きしめてあげよっか。やめろ。そんなことは俺が。いや、三成が許さん。意味がわからないのだよ。とにかく俺と正則で体を張る。だから三成、お前はその頭で俺たちを使え。そうだ、頭でっかちの頭は使うためにある。こっちも頑張るから、いい策出せよ頭でっかち。相変わらず騒がしいな。だが清正たちの言い分は正しい。お前は腕っぷしが弱い。戦には不向きだ。義継、お前まで俺の悪口か。だがお前には計数の才がある。それは清正、正則にはないものだ。互いを補い支え合っていけば秀吉様の世は安泰。お前の力はその知性において必要になる。清正、正則だけでは正直心もとない。お前にも働いてもらうぞ、義継。人を引きつけぬと思いきや、いいご友人がいっぱいだ。あの御仁にちょっと興味が出てきたね。